たった1試合で4人負傷したり骨折。FC 町田ゼルビアは13日、ディフェンスチャンミングとミッドフィルダー安井拓也の負傷を発表した。両選手はとも22日に行われた天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会2回戦の筑波大学戦で負傷交代を余儀なくされていた。発表によると、検査を受けた結果、チャンミングは左鎖骨骨折、安井は右脛骨骨幹部骨折と診断されたという。なお、全治については明らかになっていない。いくらなんでも負傷交代4人でうち2人は骨折とか聞いたことねえし、それで批判されてるのが被害受けた町田なの、さすがにおかしいだろ。試合後の黒田さんの発言は適切ではないように思えたけど、これで町田批判するのは坊主にくけら今朝まで憎いでしかないよ、もう笑い。選手が骨折したのを因果応報とか言って喜んで茶化してしまうサポって普通に一サッカーファンとしてヤバいと思う。これはほんまあかんやろ。こういうことが起きないように試合をコントロールするのも審判の役目のはずやねんけど、機能してなかったんだろうな。本当に審判は何やってたの？町田も筑波も批判されるべき点はあったとしても、一番の審判は審判で間違いないだろ。え？町田韓国代表と試合したん？ほぼ大臣。